右、開放1型304号機、毛沢東号左、開放1型1191号機、取得号異人号は、中国国鉄が使用する機関車のうち、中華人民共和国の建国や発展に貢献した人物にちなんだ名称が付けられた車両の総称である。1946年に蒸気機関車に命名された毛沢東号、取得号以降、 中国国鉄は中華人民共和国の建国や発展に関わった偉人を称えるため、その名前が付けられた機関車を導入している。1977年からは新たに周恩来号も設定された。当初は蒸気機関車に命名されていたが1970年代以降はディーゼル機関車、2000年代以降は電気機関車に命名が行われているほか、 1990年代以降に命名された車両については、車両番号もその人物の青年に合わせたものとなっている。命名された機関車は前面にその人物の胸像を模した大型のレリーフが飾られる。それに伴い、開放1や東風11型のように他の車両と全、消灯の位置を変えて製造された形式が存在する。他、若い 1D 型。 若い 3D 型など塗装が同形式の車両と異なる場合もある。2014年の時点で、もうク棟号と命名された機関車は6両存在し、北京豊田大無断に配置されている。2017年の時点で、都区号と命名された機関車は6両存在し、春便機無断に配置されている。2018年の時点で、周恩来号と命名された機関車は4両存在し、 上海機務断に配置されている。公衆機務断に配置された東風十一型零零零八号機は製造当初、東昇平号と命名される予定であったが、生前に偶像崇拝を嫌った東昇平の意向を踏まえレリーフが設置されていない。ただし、全商島は他の車両と異なり、週オンライン号として製造された千八百九十八号機と同様全面下部に設置されている。 中国国鉄では、偉人号の他にも、社会の基盤として名誉が称えられたことを示すため、大型のヘッドマークや名称が付けられた機関車が多数存在し、青年文明号、民兵号、先方号、公人先方号、共産党員号など様々な名前が用いられている。ありがとうございます。